はい、どうもおはようございます。今回はですね、こちら絶撃の赤渦極むずの方を挑戦いたしました。で、こちらのステージはですね、まあニャンピューターを使ってね、もうほとんど手を使わずに攻略ということでやりました。で、こちらのステージはですね、基本的にはまあ特にそうですね、まあ、このパーティーで、以外でやったことがないんでまだわかんないんですけども、まあこれが一番楽かなって思いましたね。猫アップルと桃太郎で動きを止めつつ、大凶乱の猫島の方でね、攻撃していくっていう流れかな、今回は。もうほんとにね、もうニャンピュータ使ってるんでね、何もやってないんですけどもね。まあ、これが一番ね、基本的に楽かなって本当に思いましたね。まあでも結構ね、攻められてるんですけどもね、まあ後半になってくるとね、すんなりと勝てるんですけども、まあとりあえずね、こちらの動画はですね、スピードアップしてるんでめちゃめちゃ早いんで、もう別でね、スローモーションしてる動画の方があるんで、最後こちらの方ちょっとね、見ていただければいいかなと思います。これだとね、本当に1分ちょいで終わっちゃうんで、もうちょっとね、話す内容としてもね、ちょっと物足りないかなと思って。で、ここら辺ですね、もう半分ぐらい来てて、まあちょっとやばいかなとは思ったんですけどね、なんとか。はい。割とけ。はい、ここで終わりましたと。まあ、スピードアップだからね、これ普通に通常にしたらどれくらいかかるかな。まあ、そんなかかんないから、3分もいかないかな。で、あとはそうですね、もう基本的にこれで攻めて終わりですね。はい。まあ、特に何も問題はないんじゃないかなと思いましたね。で、そうですね、他の戦略としてはですね、そうですね、まあいいや。これが、とりあえず終わった感じで猫と牛の第3形態ゲットということで、で、もう一本ですね、スローモーションバージョンがあるんで、それをちょっとね、お見せしながら、ちょっとね、ゆっくりとお話ししようかなと思います。はい、BGM がめちゃめちゃ不穏なんですけれども、そうですね、実際問題ですね、こちらですね、もう、極むずをね、そう、最初、出撃制限かかってるって勘違いしてて、で、1200以上でやったら超ボロ負けして、あれおかしいなって思って、で、見たら何もついてなくて、で、それで、もう一回ですね、ちゃんとしたパーティーで、ちゃんとしたっていうか、これなら勝てるかなっていうパーティーやったら、なんかうまくいかなくて、で、それで、だったら、まあ、壁を多くしてやった方がいいんじゃないかなということで、このパーティーをね、作ってやってみたらね、まあ、意外といけたっていう感じですね。で、ぶっちゃけそうですね、これ、あれですね、もう、終わる時まで何が行われてるか見てなかったんで、作業中だったんで、それで気がついたら勝ってたみたいな感じだったんでね。そうですね、他の戦略は、まあでも多分基本的にいろんな人が今ね、いろんなの上げてるとは思うんですけどもね、まあ、他の方法でも多分簡単にはクリアできるんじゃないかなって思いますね。こちらはたまたまですね、猫アップルと桃太郎で動きを止めたからね、案外スムーズにやったと思うんですよね。今日はレッドサイクロン2体出てくるんかなと思ったんですけど、今回は1体だけですね。そこまでちょっとステージのやつは調べてなかったんですけども、それがあれなのかな、時間でもう1体出てくるみたいな感じなのかな。で、あとそうですね、大凶乱の猫島の方は、レベル40でしたっけな。で、アミーゴと一番最初の75円のやつはレベル30で、そんな感じかな。こんな感じで基本的にやりましたね。あとはそうですね、基本的にはそこまで何もないかな。本当に話す内容はないと思います。まあ、他になんかいろんな方法があればね、ちょっと教えていただければそのパーティーでもちょっとねやってみたいかなと思いますね。ちょっとね、ガチでね、できるんじゃないかなって思ったね、パーティーでね、ボロ負けしたんで、ちょっとメンタルはその時やられたんですけど、まあ、これでなんとか。やっぱね、ニャンピュータでね、自動的にやってくれるのはすごいありがたいなって思います。本当にね、もう最近周回ばっかりやりすぎて、もうね、そろそろちょっともう、めんどくさくなっちゃってるんでね。そうですね、ここ最近はちょっとね、あまり全然触れてなかったんでね、ニャンコも全然開いてなかったんで、ちょっとね。まあ熱がちょっとね、冷めないように頑張らないとかなと思います。そんな感じかな。もうちょいで終わりますね。他にもね、さっき言ったんですけどもね、やり方があればちょっとコメントいただければ嬉しいかなと思います。またですね、他になんかちょっとね、あります。自分でも見つけられたらね、動画ちょっと作りたいなって思うんで、よかったら見てください。ってことで本日の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。またねー。